ボブソン所属の森友正です。日本大学所属の伊藤明宏です。今回はダブルスのスペシャリストであるお二人に、はい、ダブルスについて語っていただきたいと思います。これむずいな。今回8、今回8で去年が4。そうだよね。あ、しかも一室もそうですね、フォームでのこと組んでいってるから、ちょっとその辺の考え方を教えてもらいたいな。どういうですね、混合ダブルス多分一番考えが違って、うん、男子ダブルスは本当に守備に徹底してて、でその次に攻撃的になるのが多分シングルス、自分のシングルスで、で一番攻撃的になるのが多分僕混合ダブルスで、かっこいい。混合ダブルスは俺行くぞと。それなんか理由があるの？混合ダブルスだから攻めるっていう。そうですね、やっぱり男子側が思いっきり攻めてこう圧を出した方がやっぱり相手側もこうちょっと引きを取るっていうか、うん、出てくると思うんで、本当に混合ダブルスの時は思いっきりフォアで回り込んだり、フォアで思いっきり行くことが多いですね、攻撃的に。いや、これ面白いことを聞いたなっていうのも俺真逆なんよ。実は俺これまで混合ダブルスってちゃんと組んで練習してきたのって一人しかいなくて、伊藤美誠選手、2択の伊藤美誠選手と、まあ、全日本もあったし世界選手権もさせてもらってたんで、その時にがっつりこうやった経験しかなくて、それ以外の混合ダブルスでちゃんとこう突き詰めたことがなかったんだけど、伊藤選手の場合はまあ、すごくトリッキーでて攻撃力もあるから、なんかまあどっちかっていうと多分伊藤の考え方の方が正しいと思うよ。混合ダブルスパワーのある男性が押してでちょっとのプレッシャーかけようね。そう、ただあんまり押す必要がなかった。だから伊藤美誠選手にパワーもあるし攻撃力もあるから押す必要もなかったんで、なるべく逆らわずでその代わりピッチだけは合わせるようにしたかな。女性の方がどっちかっていうと男子より距離を取らずに前でやって、僕が後ろから打つとその分タイミングが崩れちゃうから、なるべく僕も前でやろう、だから押していくというより同じ距離感でやろうみたいなことは、すごい考えてましたね。やっぱ攻めるとミスるじゃん、それが怖くてなかなか押していけなかったんだよね。僕はやっぱ同級生ずっと仲いいんで、ミスしてもあ、もうあごめん今もな、あごめんって言って、お互いもあごめんって言っても終わるんで、まあ、ミスしても別にいいよっていうスタンスでお互いをやってます。これ大事だよね。なんかそのダブルスってその競技のところだけじゃなくて、普段からどれだけコミュニケーション取れてるかでやっぱ本音で喋り合えたりするから、過ごす時間が長いからこそ、まあ、言葉も必要なくなってくるのかもしれないですね。やっぱダブルスね、そういったところも大事なんで皆さん意識してみてください。ぜひダブルス楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。